ゃあ逃げるぜ。この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える海域の海だ。お化け出るんだここの海。ギャー、やだー。悪霊退散グッズで身を固めねば。よっほほほよっほほほよっほほほほほほいのほいよっほほほ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 ほごきげんよう。よほほほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる。骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことよりお前、俺の仲間になれ。え、いいですよ。おい、死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出航後、霧の立ち込める不気味な海域フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はヨミヨミの実を食べたために、一度死んだがよみがえり、何十年もの間この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラーバークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は、桜花七部会の一人月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは、奪われた影を取り戻すため力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。他の皆さんと合流して森を抜けましょう。あー、何も言うな。ゾンビを引いてみるか。霧が深くてよく見えねえな。皆さんはどちら。私たちは慎重にコツコツ進みましょう。おい、俺の仲間見なかった。すみません、わからねえっす。よかった、無事ね。覚悟しろ。
死んじゃいそうです。あ、私もう死んでましたよ。被害者同士協力して戦おうぜ。おいや、この先にも誰かいたぞ。仲間かもしれねえ。よし、行くぞ。おう、合流できたか。あれは私んとこに連れてこい。Thank you.
コーナーに来る。頑張れ。かけばすな、俺を。ネガッパナに一言だけ言っとくぞ。いいことあるって。何かしら。ビビってる暇はねえ。早くモリアの城に向かうぞ。周りのゾンビどもを倒せ。傘でルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。超怖い。上がってこい、麦わらの一味。あのでっけえのをぶっ飛ばすぞ。ゴムゴムのコマー。
支援フルール、ゴムゴムのキャノン、あら減った、足が壊れちまっちゃ進めねえな。おめえら足の材料を集めてこられるか。バカてら、すぐに調達させるぜ。あいつら守って持ってこさせろ。スーパーやべえぞ。仕方ねえ、やつを追っ払うぞ。あんなのがいたんじゃ動けねえ。あっちに海賊がいる気がするぞ。鬼みてえな奴らだ。材料がありゃ十分だ。橋ができた。もうちょい待てよ。この装飾が不満だ。大津の野郎、暴れすぎで怖いんだよ。もう子、お宝を抱えて逃げる気ね。そんなことは絶対させないわよ。まだ手は出したくないのだ。お前たちを
リアに会わねばな。さあお前ら、俺と戦うチャンスをやろう。俺を倒せば全ての影を解放できる。全員でかかってこい。やれ、影は返してもらうぞ。見ろ、モリアがオーズの腹の中に。オーズを倒さねばこの俺は引きずり出せねえぞ。お気をつけて。いや、サード、仮面フル
任せとけ三刀流王子三千世界王子の背骨が伸びきったぞ行くルフィご分をこれごむのどうだOrange!
ランキーファイヤー、フ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 ランキーファイヤー、よしくあがいてみようじゃねえか。フランキーファイヤーボーカー、つけ立ちすまねえな。あがいてみようじゃねえか。若造だろうが出る杭だろうが、俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。なあ、ごめん風船。ゴムゴムのイガント、ゲットしてる。やった！神が戻った！ルビー！無理もねえ、無茶しすぎなんだ。七部会の、これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。私たちの命は助けてやろう。その代わり、麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ、麦わらをこっちへ。断る。残念だ。
まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の譲歩だ。わかった。首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいてえ。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。そんな野心がありながら、この男のためにお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。待て待て、クソ野郎、お前が死んでどうすんだよ。おう、でけえの、こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。この一味で最も厄介な存在になるのは黒足のサンジだ。なてめえ、五将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというなら、お前がこの苦痛を受けろ。ほら見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。たんまり作った、残すんじゃねえぞ。よほほほほほほ、ほんとに、あ、失礼。あ、先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのにってやかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゴロの分な。さあ飲め。飲ますな。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ、今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花歌のブルック、うだつきでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほ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 。決まったな。